こんにちは。エンジニアファーストの丸山です。今回はフリーランスのサーバーサイドエンジニア、庄司さんにお越しいただきました。じゃあ簡単に自己紹介の方をお願いできますか庄司拓郎です。今はサーバーサイドエンジニアとして Java を使って開発とかをやってます。庄司さんは1年8ヶ月会社員としてエンジニアをやってフリーランス転校しましたと。うん、フリーランス転校する際に気をつけることとか、なんか意識したことが3つぐらいあるんですよね。うん、今回そこを伺っていければと思います。 一つ目何がありますかまず一つ,つ目としては、単純にスキルの経歴を積み重ねていって、 で案件をを獲得ししやすくするスキルっていうと具体的にどのたりを積み重ねましたか僕の場合ですと、Java の経験を積み重ねてて、独立するまでに1年と8ヶ月あったんですけど、案件とか基本的に Java 系のものを積み重ねて、経歴が1年とちょっとあったんで、そこを強みに案件獲得しに行きました。逆に数ヶ月違う言語をやって、また違う言語をやって、みたいな感じで、経歴がバラバラだと、案件の条件として Java の開発経歴何年以上 みたいな復習があるんでいろいろできる人っていうよりはどっかの言語を数年間経験した人とかの方が強いかなって個人的には思いますじゃ、はい、言語はひどく浅くやるよりも一つの言語を何年かやった方がいいっていう感じですねそうですね じゃあ二つ目はどういったことがありましたか二つ目としては面談時に聞かれたことに対してちゃんと答えるっていうのを心がけてて、これってコミュニケーション苦手な人とか、経歴年数が短いエンジニアとかに結構ありがちなんですけど、例えばこういった面では経験ありますかとか、そういうことを聞かれたことに対して、そこに対しての経験があるなしじゃなくて、こういうことがあって、こういうことがあって、みたいな感じでよくわかんない経歴話し始めて、それで自分は一生懸命やりますみたいな感じで、すごい言い切るんです。 けどでも結局聞かれてることに対して答えが出てない状態で自分は言い切ったみたいな感じになっちゃってるんで面談する人にとってはこういう質問したんだけど全然違う答えが返ってきたってなるんで面談する側としてもやっぱそういう人を支持したのに違うことをやったみたいなそういう感じになりかねないので、あんまりそういう人って採用されないイメージがありますね。面談時はいろいろ言うんじゃなくて結論を言 で必要な情報だけががあれば伝えるここの方が面談は取りやすすいってとですかねそうですね。あと、もし自分の簡潔に答えた中で、分からない部分ってあるの、大体の面接してくれる人っていうのは、ここまだ聞きたいなっていうところを聞いてくれるんで、別にそんなに自分で頑張って答える必要はなくて、聞かれたことに対してちゃんと答えてれば、面談としては OK なのかなとは思います。結構今まで面談は何件か受けられましたか案件切り替わるごとに面談って4、5件とか受けたりするんで、面談の数自体は多分、経歴っていう人よりは受けてる 気はします、ね、なるほど。はい、じゃあ結構いろいろ話しちゃって落ちる人はいるけど、ちゃんと面談で質問に対して回答すれば、ある程度は受かるっていう、そういうイメージですかね。そうですね。3つ目に行く前に1点お知らせがあります。現在エンジニアで年収を上げたい。自分の市場価値を知りたい。フリーランスに興味がある。こういった方は、概要欄の公式 LINE からお問い合わせをお願いします。現在、無料でご質問やご相談、ご自身の単価の査定を行っています。お気軽にお問い合わせの方お願いします。 三つ目は、どううでしょう3つ目は実際に案件獲得してからの話になるんですけど、実際に業務していくにあたって、自分が任された仕事っていうのが、技術とか経験でやっぱできなかったりする仕事内容とかもたまに振られたりするんですけど、ただ、その場合って、まずそういう仕事のやり方みたいな調べるところから始まるじゃないですか。その時に、時間かけすぎて、結局分かりませんでしたみたいな感じの対応がするのは一番仕事的には危ないので、分からないって思ったところを時間決めて、 ちゃんと自分で調べるだけ調べて、ここまでは調べられたんですけど、あと実際にこうやって具体的にどうやってやるのかがわかりませんみたいな感じの質問の仕方とか、ちゃんとわからないことを質問できるっていうのが大事ですね。じゃあ現場に入っても質問をしっかりしていって、無駄な時間を省く。で、そこでしっかりスキルを伸ばして、さらにスキルが積み上がっていくと。そういった好循環が丸るってことですね。はい。